こんにちは、ゆこです。今回はですね、あの他キャラ使いで有名な伝説のリゼアスさんのマルスとマジで爆熱い試合してきたんで、後付け実況していきたいなと思います。スマメイトでのマッチングです。リゼアスさんのマルスについてなんですけど、マジでファン多いと思うんですよ。マジで好きな人多いと思ってて、で俺もめっちゃ好きなんですよね。で、なんか、オンライン大会で、違う、オフライン大会か。オフライン大会でリゼアスさんがマルス使ったらもう、後ろでなんか歓声が湧くぐらいファン多くないですか。なんでちょっとね、ぜひ楽しんでいってほしいです、この試合も。で早速ちょっとえぐ後ろでえぐいコンボされてるんですけど、俺リザさんのマルスと2年前か1年前ぐらいに対戦したことがあって、いつだったかな、あのタミスマ 3on3 で僕がファルコン窓の代表の大将として出た時にリザさんと対戦したことあったんですけど、もうその時マジで赤ちゃんをあやすかのように、うん、ことごとくボコボコにされてですね、マジでトラウマ植え付けられたから、今回は頑張ろうと思って、まあ、前回よりは上手くなってると信じて俺が頑張ってました。さあここはなんかラッキーで完全五分の状態ですけど、甘いね今のナックルね。俺のな、見た今のずっこけてた俺のファルコン、マジバカみたいだよなまあさし、うん、まあ仕方ないんですけど、そうなんで、めっちゃ対戦する前怖かったんですけど、やっぱ強い人と対戦する前って怖くないですか。なんかうわ緊張するみたいな、僕と対戦するときなんかそう思ってくれてるって言ってるメンバーさんたまにいるんですけど、あこういうことなんやって思いましたね。さあ先端先端、さあそろそろ試合の実況していきましょうか。で、あのマルスっていうキャラクターは一般的に使うのめっちゃ難しいってされてて、なんでかっていうと普通の剣士キャラと違って、うおいい横スマッシュ決めるやん俺やるやん。そう、あの普通のマルスって剣士キャラと、普通の剣士キャラと違って先端が強いファイターなんですよ。剣の先端が強いファイターで根元はあんま強くなくて、でその間合い管理がめちゃくちゃ難しいんですよ。だけどそのリザスさんなら使えちゃうっていう、ね、まあ全部先端当てられるなら確かにもう破壊力やばいんで、マルスっていうキャラクターが、まあ上手い人が使ったら強そうやなっていうのをこんな感じで表現してくるんですよ表現というかなんだ、体現は分かんないけど、そうここまでねマルス使えたらね、そりゃ強いっすよ。だからリザスさんってさっき最初に言ったみたいに他キャラ使いって言ったじゃないですか。で他キャラ使えるから間合い管理が上手くてマルスも使えると最初僕は思ってたんですけど、間合い管理が上手いキャラ、上手い、違う、間合い噛みすぎ、間合い管理が上手いから全キャラ使えて、でなおかつまあマルスの先端当てるのも上手いっていう、逆なんですよ。全キャラ使えるからマルス上手いじゃなくて、前人が上手いからマルスが上手いみたいな、最近ねそれに気づいて、あだからこんな強いんだと思ってマルス気づきを得ましたね。さあでもなんだかんだ試合リードしてますよ、 50% ぐらい。ファルコンキック当てれば撃墜なんですけど、硬いね。さあファルコンナックルが惜しかった、空中前ジャンプ読まれてる。さあガードで捕まるとこ、しっかりガードを捕まえて、復帰差しが怖すぎる、もう何回死んでるかわからん、やばいやばいやばい、やめてください。さあナックル、クーエベクエン、うまっ。さあクーエ相手ジャンプないよ、ここチャンス。あー俺もうわ言ってるわ何やってんだよマジで、もうあとちょっとやってやんか。試合内容覚えてなかったけど俺こんな負け方したんやな、そりゃうわって言うわ。さあスマメイトは日本選手なんで、地元のカロスリーグを選んでリベンジマッチといきましょうか。あのもう一個リザスさんの好きなところがあって、めちゃくちゃ礼儀正しいんですよ。ほらこうやって絶対挨拶返してくれたりして、なんか人が強いのに人間性もいいというかやばすぎるこの人。ってことで2試合目やっていきましょう。さあカロスを選んだからには絶対に負けたくないですね。
カロスってなんでファルコン強いかっていうと、まあ、この台がめっちゃいい感じに噛み合ってファルコンとで即死コンもできたりとかするんですよ。なんで僕はあの実家って呼んでます。はい、僕の実家あのおばあちゃん家は長崎にあるんですけど、まあ、長崎はたまに行くし、まあ、ちゃんとねあのカロスにもお見舞い、お見舞いじゃない、 なんかカロスに死んだ人おるんかまあいいや、やっていきましょう。さあこれは相手ジャンプなさそうだけど、いや今の基礎士行った方が良かったかな。相打ち込みで基礎士行くのありやったかな。やっぱこうやって自分で見返してみると反省もできるからいいっすよね。いいっすよねってまあ自分が思ってるだけなんですけど、反省できるからいいわ。さあギブさんがやってそうな潜り込み食うような撃墜、まあ、たまにやるとあれ刺さるんだよな。俺あんまりあの復帰阻止の仕方はやらないんですけど、割とやってもいいのかもしれないっすね強い人やってるしね。さあ空上膝回避読んでたんだけどな、惜しいね。さあ壁キック使って、そうこういうこともできるからカロスのファルコンいいんすよ。痛い痛い痛い、うい痛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 い、火力今何パー稼がれました、やばいよ。おお、やばいよ。いいね、空車膝。しっかり空車膝決められたのはでかいけど、これ復帰無理ちゃう？いや、ですよね。ルート分かられてるから、あんなことされたら無理っすよ。さあ、差し返しのつかみから、空 NDA。いいね。ちょっと待って、俺の声枯れてきた。鬼奴みたいになってきたけど。やっぱナックルから空上、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。いいよ。着地狩り、ええやん。10% 対 100%。もう何当てても撃墜できそうな感じ。さあ、ファルコンキック通ってく。これ相手ジャンプないよ。復帰阻止。え、見た今のなんか。え、なんか。回避の使い方、もう初めて見たんだけど、今の。ディレイ、回避みたいな届くんだ。しかも難しいね今の。なんか考えさせられるものがありませんか今の帰り方。あれ普通に行けたかな、俺が下手くそなだけなんすかね考え込んでるわさあどうこう言ってるうちになんか逆転されそうだけど大丈夫ですか横原君。さあ空中前崖上がりがマジでうまいな。サファルコンキック撃墜エフェクト出るけど絶対しないやろって思ってたらマジで死にませんでした。この技どうにかしてるよ。飛ばなさすぎるんだよな根元以外が。さあうま怖いよ。サファルコンダイブ撃墜しない。カロスの悪いとこ出ました。え、これマジでもう5分みたいなとこありません？これこんだけ200対100はもう5分、うわ心臓太すぎ、こん時の俺心臓に毛が生えてるどころじゃない、もうボーボーやったわ。ナイス、よう取り切ったね今の、偉いわ。3戦目やっていきましょうか。運命の3戦目1-1ですよ。これ勝った方が勝ちです。スマメイトは日本選手なんで。さあ挨拶は、さ挨拶は排泄よりも大切ということでやってまいりましょう。下投げ通されるけど、この時村町選択されてるんですけど、この村町っていうステージは横が狭いんで、多分ファルコン側の方が結構有利に働くこと多いと思うんですけど、多分リゼアスさんが横スマかなんかでぶっ壊してやろうみたいな、そんな感じで選んでるんですかね。空上怖い怖い。いや間合い管理ガチでうまいな。いや、そんなんさ、無理やん。そんなの無理やんか。赤ちゃんタイム来てない？赤ちゃん、あやすのごとくのタイム来てない？これ。あ、こ、恥ずかしいわ、今のナックル。もはや恥ずかしい。さあ、横今日。なんか一回触っても逃げ方もうまいから、全然、触れ、その後の リターンを稼げないんですよね。あ、でもこれいいんちゃう？死なん。うまい、今のも。
惜しい、もうちょい早かったら当たってたかもな。さあ空上、上りで空上狙ってる。そんなことする人いるんだ。ここにおったわ。空上の2段しかも先端、なんで先端なんですか今の。さあ回避読んでたけど惜しいね。さあ空中城かぶせてここ倒しきりたい。いけ、ファルコンダイバー、よし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 、よくやった俺。五分、ここを早めに倒しきったのは偉いな。さあ対空クエヌ、いいよ。クー、なんだそのコンボルートは、なんだなんだこれはラッキー。なんか俺の実況も切羽詰まってきた。なんかドキドキしてきてるもん。さあ空中しろ、空中しろ、 DA 火力高い。さあ空中下かぶせる、いいよ。うわそれは甘いわ。でもなんか助かってる。上 B 火力、いやファルコンナイフってやっぱ強いっすね。あのうおーナイスどんな反応あのこの間っていうかだいぶ前にファルコンダイブ擦り続ける戦法を撮るっていう動画を作ったことがあるんですけど、あれしてからねファルコンダイブに対する意識がちょっと変わって、やっぱもっと擦っていいなって思ったんですよね。なんで結構それが刺さってる感あります。さあリターンを生かしていきたいけど冷静すぎるこの男。押しというか危なかった。今横スマかなんか見えた気がしたけど、いい、クーエヌ、ウェビー、いい、何それ。頭漏れそう。ファルコンな。ヘルメットのせいで頭漏れるんよな。クーエヌが今めっちゃ漏れそうやった。さあ、ナックル、いいよ。マジでこれ、どんどん稼ごう。マジ最高。ジャック、82。さあ、勝てるんでしょうか。はぁ、今何何ですか、今の。さあ、いい空中しろ。ウェビー反転してる、偉い。これ、俺のターン来てる。横のターン来てた。結構なんか最後ら辺噛み合っていい感じに技が通ったんですけど、いやマジで好きなんですよねリジャスさんのワルス。ということで今回はなんとかリベンジ果たせたんですけど、もっと安定して勝てるように頑張るんで、ぜひ応援今後ともよろしくお願いします。ということで今回はちょっと長くなっちゃったんですけど、ここで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。